どうも、はじまきよしろですね。ね、なんか変な挨拶から始まりましたけど、女性専用車両についてって、今ふわっとじゃない、ホットな話題なんで、ちょっと話していこうかな。まあ、ガキが話すことじゃないけどね。それ、女性専用車両に関しては、それで差別なのかっていうと、差別じゃないと思う。ゲップは出たけど。まあ、僕が思うのは、女性専用っていうのが、なんか名前ちょっと変えればいいんじゃないかなって思ってる。俺はね、拘束力がないのに専用っていうのはなんかおかしいと思うし、まあ、専用って言葉に全部拘束力はないだろうけど、だから女性優先車両、圧倒的優先車両みたいな名前に変えればいい。 圧倒的優先車両ってカイジかっつって。ねえ、ほんと、まあ、そうすればいいと思うし、だから元は痴漢が多くてできちゃったよっていうの、痴漢が多いからできたんだよっていう、ですけど、まあなんかすごい変な角度で、まあ、ゲームやりながらやってる、まあ、スプラトゥーンね、画面は見せないけど、まあ著作権がめんどくさいんでね。まあなんつうんだろうな、俺が思うのはだから、あといろいろ、そんなに痴漢されたくないんだったら会社の近くにそのアパート借りればいいのにって。まあでも東京は高いからねって言っても、でもそんなに痴漢されたくなければねって思うし、車は別だと思うけど、まあなんつうんだろうな、やっぱ電車だよね、異常だもんね。なんかこれは嘘か本当か、ソースはねあんまりよくわかんないけど、なんか世界の混んでる率みたいな、電車混んでる率トップ10全部日本っていうね。 恐ろしいね。まあ、それがいつのデータか分かんないけど、やばいよな、そう思うと。混雑率みたいなのがね。電車ね、便利だけどね、あんなにね、ぎゅうぎゅうになって。下手しい、あれ、奴隷船だからね。いや、で、奴隷船の方がまだ優しくないって俺思っちゃう。奴隷船もキツキツで衛生環境悪いけど、現代の奴隷船だからね、電車ってね。ひどいもん、あのぎゅうぎゅう。それかも、全部椅子にすればいいんじゃないの？全部椅子にするか、全部椅子にするか。いや、まあ、全部椅子にすればいいと思うんだよな。それじゃあ、まあね、いろいろめんどくさいだろうけど。なんか設計上多分なんか、俺は思うに、あれでしょ、椅子、なんで痴漢なんだろう。トゥルルルーンって音が鳴りやがった。今のタイミングで来んなよって思うけどね。まあどうしたら解決策があって、まああれだよね、監視カメラを電車の中につけるとか。 まあそうするとね、異常な台数になっちゃうからね。どうすればいいんだろうな、痴漢をなくすって。痴漢をなくすのは何かなって思う。女性専用車両、話題になってる。女性圧倒的優先車両にすればいいんじゃないかなって思う。圧倒的優先車両みたいな。そんな？ふざけてんね。それもちょっと面白いけどね。男性専用車両なんて嫌だけどな。むさがるしおっさんばっか乗ってるっていうね。まあ大変だよな、みんな。
でもなんかよくわかんないよな今回だけ、まあ、差別かって言っても差別じゃないと思うよ、なんとなく。なんかね、だって女性専用車両なんておばさんたちしかいないじゃん、なんかおーっていうような。その橋本環奈がいるわけじゃないじゃん、女性専用車両に。混浴と同じじゃんあれって、ババアしかいないじゃん混浴だって。それと同じで女性専用車両に乗るやつって意味わかんないな、うん、ババアしかいないってすごい偏見だけど、でもそうじゃない、女性専用車両にはババアしか乗ってないっていう。あ、これ問題になるかな。まあ俺乗ったことないかわかんないけどね、でもババアはいっぱい乗ってるらしいっていうね。なんかレディースデーっていうのは意味わかんないよな、なんかもうみんな共通して言えればいいのにね、レディースデーってなんなんって思っちゃうけどね。まあなんかまあメンズデーも作んなくていいでしょ、そんな映画とか。ムカつくけんな、レディースデーとか言って、うん、男にもくれよって思うけどな。で昔はなんか女性が言うわけじゃん、昔は男尊女卑だった、だから今は女尊男卑しようって言ったら、また同じ繰り返しだと思うけどね。うん、もうちょいでやめてないとまた男尊女卑の時代が来るし、でその男尊女卑をそこでやめないで今度は女尊男卑、まあ、そもそも人類がそんなにね、なんかとは思うけど、まあなんだろうな、女性専用車両についてなんかよくわかんないけどね。男女平等っていうのはおかしいと思うけどね。なんか平等って無理だもん、十人十色みんな違ってみんないいなのに、それをなんか並べようとするでしょなんか平等ってむちゃくちゃだから、ね、無理だもん平等なんてしなくていいと思う。お互いがお互いをその尊敬し合ってリスペクトし合えば、それがみんなの思う平等なんじゃない。お互いを尊重し合えばいいんだよね、やっぱり。女性はすげえな、男性は女性はすげえ頑張ってる、じゃあ俺も頑張ろう、女性も男性もすごいな、じゃあ私も頑張ろうじゃないけど、お互いリスペクトし合えばいいと思うんだよね。なんかそうだ、それでいいと思うんだよね、うん、なるべく人に迷惑かけないようにしようと。もうその人に迷惑っていうのもなんかそのあからさまな迷惑っていうのはあるじゃん、うん、ただなんか渋谷のスクランブル交差点のど真ん中で大声発するとか普通に迷惑じゃん、それはただただの迷惑なんだけど、夢に向かってなんかやることは迷惑じゃないと思う。なんか夢の話になったけど、まあお互いをリスペクトし合いましょうって話ですよね。絶対思ってないな俺は。いやでも俺は女性ってすげえなって思うけどね。いやもう俺痛いの大っ嫌いだから、なんか月に毎回なんか来るんでしょ、うん、嫌だなって思う。そんなん嫌だ、もう絶対女性には生まれてこない。いやそれもそれでおかしいけどね、辛いじゃんね、なんか女性の特権ってなんかある？なんかある？特権ってなんだろうな。まあ、楽しければいいんじゃないの？でもあれだけでなんか女性は男性の8倍苦しい思いをしてるって、あれむちゃくちゃだけどな。何それって、どこの研究結果だよって思っちゃうけどね。
女性が思ってる男性はこれくらいだろうと、これくらい苦しいだろうの8倍って意味なのかな。あれよくわかんないけど8倍って、そんな人それぞれによって感性や感受性って違うのに簡単に8倍って決めるのおかしいと思うし、なんかのなんとか成分みたいなのがね、マイナスエンドルフィンが8倍放出されてるみたいな、なんかそういうことなんかな、うん、よくわかんないよな。まあね、まあね、おしまい。